検事総長は日本の検察官の最高位。検事総長は官名であり、職名でもある。最高検察庁の長として、長務を勝利し、すべての検察庁の職員を指揮監督する権限を有している。日本以外の類似する役職名の役語として用いられることもあるが、本校では日本の検事総長について記述する。検察官の職階の最上位。 最高検察庁の長として、長務を勝利し、全国すべての検察庁の職員を指揮、監督する。任免は内閣が行い、天皇がこれを認証する。定年は65歳。検事総長は1960年代以降は、検察官の出世ルートのトップとして事実上の人事運用がされており、1964年以降は、 東京高等検察庁検事長から起用される、官例になっている。その他、法務省大臣官房長、法務省刑事局長、法務事務次官、次長検事が、検察官の出世ルートにおける主要ポストとされている。なお、法的には、国家公務員法第38条及び、検察庁法第20条の各結核自由に該当せず検察庁法第19条に、 規定された検事一級の資格があり定年を下回っていれば内閣は検察官経験がない裁判官経験者弁護士経験者行政官経験者裁判所職員経験者でも検事総長に起用することが可能である検察の公平性中立性を保つため検事総長は 法務省の特別の機関である検察庁の職員であるにもかかわらず特別な地位を与えられており、次長検事及び検事長と共に認証官とされている。その理由は職務状態をする司法組織として最高裁判所判事と高等裁判所長官が認証官なので釣り合いを取ることである。他の省庁では事務次官が政治的任命職を除く職員のトップであることが 多いが、法務省では、事務次官は、検事長、次長検事、検事総長に至る、検察官の出世ルートの位置通過点の位置づけとなって、おり、この序列は、検事総長、次長検事、検事長は認証官であるが、法務事務次官は、認証官ではないこと、法級の違いなどからも伺い知れる。なお、検事総長の直近上位職は、法務大臣であり、 法務事務次官の直近上一職も法務大臣である。従って、検事総長、次長検事及び検事長は、法務事務次官より格上の地位にあるが、検察官たる地位を有する者が法務事務次官となった場合、その在任中は、職務上の必要性より検察官の地位を離れるのを通例とし、また各々が担当する職務、役割も異なることから、法務事務次官は、 その所掌事務について、検事総長、次長検事及び検事長の指揮、監督、命令を受けることはない。検察官の事務と個々の事件の取り調べまたは、処分については、法務大臣より指揮を受ける。検察庁法、第25条により指揮権発動に従わなかった、検事総長に対しては、職務上義務違反により免職を含めた、懲戒処分が下されることになる。 検察庁法第25条により、定年または検察官の職務を取るに適しない自由と判断されることによる検察官的確審査会による決議を除けば、職務上義務違反による懲戒免職以外は、法務大臣は、検事総長を更迭させることができないと解釈されることもあるが、一方で検察庁法第25条は、検察官の失職や職務停止や、 高級減額の禁止を規定しているに止まり、同じ検察官の身分保障に転換、転所は含まないとする見解もあり、その場合は法務大臣の一存で検事総長を副検事に左遷することも可能とされる。検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、現行憲法上、検察権は行政権に属し、全体として統一されたものでなければならないことから、 検察官は、検事総長を頂点とした指揮命令系統となっている。法務大臣と検事総長の兼任に関する質問が国会で出た際には、法務大臣が国会議員の場合は、国会法第39条の規定により、国会議員と検事総長の兼任を可能とする規定がないことから、法改正をしない限り兼任はできず、 民間人閣僚の法務大臣の場合は、検事一級の資格があれば、検事総長との兼任には、法律上直接制限する規定はないが、一方で検察庁法の趣旨として、司法権とは、密接不可分の関係にある検察権は独立性と政治的中立性を確保すべきことが要請されるため、検事総長たる法務大臣が、全検察庁の個々の検察官の具体的事件の、 捜査や処理について指揮が可能な事態は検察庁法の趣旨に反することになるため、法務大臣と検事総長の兼任は本来法律が予定しているところではないと考えられていると政府は答弁している。検察官の報給は検察官の報給等に関する法律に規定されている。同法別表によると、検事総長の報給額は月額146万6千円であり、 国務大臣、会計検査委員長、人事院総裁と同額である。渡辺文幸2009、P88、衆議院法務委員会2010年3月9日、検察官の報級等に関する法律、E 株法令検索、総務省行政管理局、2016年6月23日閲覧、ありがとうございます。